核位生態とは原子核がある程度の時間、冷気した状態を保っている原子核のことである。ここでいう冷気とは通常よく言われる電子が受ける電磁気力に基づく原子が冷気した状態のことではなく原子核内の用語や中性子の間に働く強い力に基づく原子核のエネルギー状態を意味する。また原子核レベルのことなのである程度の時間というのは 通常、10から6秒から長くて、秒単位である。ただし、稀には、秒単位をはるかに超えて長いものもある。核異性体は、あるいは、異性核、核異性、純安定核とも言う。原子核では、陽子や中性子が互いに深く束縛され、エネルギーの最も低い状態の時が安定した状態であり、これを規定状態という。しかし、各小突などで、 原子核がエネルギーをもらうとエネルギーの高い冷気状態になる。ほとんどの原子核ではエネルギーの高い状態は不安定であり、冷気状態を保つことができず10から12秒程度、長くて10から6秒以内に通常はガンマ線を放射する形でエネルギーを放出しもとの安定した低エネルギーの規定状態に戻る。しかし中には10から6秒を超え原子核の 冷気状態を保つものがある。そういった10から6秒を超え原子核の冷気状態を保つものを順安定状態と捉えく異性体という。高エネルギー状態でエネルギーが解放されず、順安定状態を保ってしまうのは、高エネルギー状態での各種のスピンの状態と、低エネルギー状態でのスピンの差が大きいために、ガンマ崩壊しにくくなるためだと考えられている。しかし中には、 半減期が六十二秒で、ベータ崩壊する四十二メートル s c や、半減期四十五秒で、アルファ崩壊する210人歩などの例外もある。各位生態が、規定状態に半数が戻る半減期で長いものは、秒単位から時間単位であるが、時に年単位。中には百八十 180m1 他の場合のように、各位生態の方が、規定状態より、はるかに安定で非常に寿命が長く、 1200兆年と宇宙の年齢よりはるかに長いものも存在する。冷気された核異生体がガンマ線を放出して規定状態にガンマ崩壊することを核異生体転移という。個々の同位体の順安定同位体はメートルをつけて表現する。この記号は CO をマイナス58メートルまたは58メートル CO のように質量数の後ろにつける。 順安定状態が複数ある場合は、冷気エネルギーの小さい順に記号をつける。ありがとうございます。